ジョン・バウンズとは、イングランド・バーミンガム出身のソーシャルメディア及び、マルチメディアのフリーランスコンサルタント、ユーモリストである。バーミンガムのペリーバール地区で生誕し、キング・エドワード6世・アストンに通い、現在は、モーズリー郊外に在住している。フレンズ・オブ、エドの技術、発注編集者を経て、その後4年近く BBC にて、BBC ・バーミンガムにおける、 パブリックスペースの技術調査官として勤務しながら、バーミンガム大学で計算機科学を勉強した。彼はビッグピクチャープロジェクトのオンライン編集者も務めていた。おそらく彼の最も著名な点は、バーミンガム、イッツノットシットというカルト的なウェブサイトを制作したことと思われる。2008年11月11日に、ツイッター、フェイスブック、ブログ、 e-levenbus.co.uk にて午前11時から11時間、アウターサークルバス11号線を使った旅のドキュメントをオンライン配信した。翌月には政府交換のトム・ワトソン、ガーディアン紙記者のゼミマ・マキッスラが出演したツイッター上のパントマイムであるツイットパントを開催した。2009年12月18日に バーミンガムヒッポドロームを会場に場面の一つであるワトソン、バイゼン、エイバックベンチ MP マイナスとして開催し、さらにウェビーショーのオフィシャル炎霊に選ばれた。このイベントは2010年12月20日にも再び開催された。彼はバーミンガムポストやガーディアンなどでの執筆活動を行っている。2008年バーミンガムポストのパワー50における最も影響力のある ウェストミッドランズの人物14位に選ばれ2009年にも選考対象に挙げられた。ありがとうございます。